狐山古墳は大阪府堺市堺区大仙中町にある古墳である。モズ古墳群に属しており、区内町により任徳天皇陵の倍長に自乗されている。大仙陵古墳の前方部南西隅の30目の堀から約30メートルの距離に位置する。墳丘は区内町により管理されており、立ち入りが禁止されている。 これまでのところ区内庁での調査は実施されていない。最大長さ23メートル程度の不安定な平面形であり、墳糾の高さは2から3メートル程度である。現在は大仙公園内にあるが、同公園が造営されるまでは大阪府立大学農学部の敷地内にあった。大阪府道197号線から堺市立中央図書館へ向かう学びの道に日接し、 大仙公園を抜けて道図書館へ向かうたぬき工事と呼ばれる象形に南接する。堺石市によると1930年頃は関掘りの市北側に完全な空地として存せられ一部は掘りだめとなっていた。1998年10月5日に紛糾の西側において範囲確認調査が実施され若干の沿道派に和片が出土した。 2008年6月9日から9月30日にかけて地中レーダー探査が行われ、古墳と関連する移行の状況等、地盤の現状が探査された。現在の墳球から4から7メートル程度外側の位置において反射面の落ち込みが検出され、集合の可能性があることが判明した。しかし、同調査では、砲墳、塩墳のいずれかであるか判別が不能だった。 2009年度には、堀作調査が行われ、噴球の西、南、東で堀を検出したことから、塩噴であることがほぼ確実となった。また、規模的には、大仙陵古墳周辺に位置する古墳としては、一本松塚古墳に並ぶ小型の塩噴であるとされた。出土した、円筒波にはより、築造時期は、大仙陵古墳より、四半世紀近く遅れ、 5世紀第3四半期でも新しい時期と位置づけることができた。なお、同調査で、堀から5世紀前半、5世紀紅葉以降の末期が豊富に出土した。大仙陵古墳の墓守が漁師の流れ玉に当たった狐を助けた。ある日、墓守が墓を掘り返していた泥棒と取っ組み合いになり、堀へ投げ込まれてしまった。水の中で死にそうになった墓守を何者かが陸へ。 引き上げてくれた。明くる朝、堀の中を見てみると一匹の小さな狐が死んでいた。墓守は受けた恩を忘れなかった狐を年頃に、葬った。ありがとうございます。